カ美ラミキ、本名、グレゴリー・ロビックは、落語家。カナダ・オンタリオ州トロント生まれ、トロント大学卒業、情報落語協会会員。現在は、活動の拠点をニューヨークに置いている。両親は、スロベニア人。トロント大学にて、古典演劇を専攻し、劇作家、作曲家として、カナダの大学院在学中に、初ミュージカル作品、クラウズを制作。 トロントの劇場で15ヶ月間のロングラン公演となり、カナダ人制作のミュージカルとしては最長記録となっている。日本の伝統芸能である脳に興味を持ち1999年に来日。三遊亭アローのミュージカル落語の音楽などを手掛けた。後、2003年からカナダイ恋文やラッキー亭サンタを名乗ってアコーディオン漫談や英語落語で活動を始める。 2007年に大阪芸術大学大学院芸術研究科に入学し、相葉明夫の下で創作落語を研究。2008年9月1日、桂三氏に弟子入りし、桂美希と命名される。2009年4月26日、カナダにて英語落語で初舞台。その後は情報落語開発の外国人話し家として落語修行中。他に、 同じ外国人のリーゴ生徒の漫才で M-1 グランプリに挑戦したり、先輩落語からの依頼で古典落語を英語に翻訳したりする活動も行っている。あなたの街に住みますプロジェクトで2011年11月から三重県伊勢市川崎の古民家に居住。その古民家を改装し2012年6月17日に寄せ小屋、 伊勢川崎明輝き亭をオープンさせた。2013年8月7日、カナダ大使館で、カナダ文化大使就任と8月から10月にかけて、北米での巡回公演の発表が行われた。2014年7月29日から7カ国で39公演を行うワールドツアーを開催。2015年、日本スロベニア親善大使に就任。 2017年9月から10月には、ロンドンレスタースクエアシアターにて3週間の落語ロングラン公演を実施。その後、11月から12月には、ニューヨーク総合プレイハウスにて3週間のロングラン公演を成し遂げた。修行後より、英語、フランス語を駆使したワールドツアー公演を独自に開始し、5年でアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、 シンガポール、スリランカ、香港、タイ、ネパール、ガーナ、セネガル、ガボン、南アフリカでの5大陸15カ国を制覇。世界に向け、日本文化の発信を続けている。2020年5月、米ニューヨークのオフブロードウェイの芸能賞、第10回オフブロードウェイアライアンスアワードの最優秀ユニーク演劇体験部門にノミネートされたが、受賞は逃した。講座として、 岡山産のデニム生地を使用、男性用だが、振袖スタイルにして、その袖の部分にファスナーを付けて着脱可能することにより、デザインを変更可能にして、海外での待ちやパーティー機として楽しめるようにした、オリジナルデザインの和服を着用している。ありがとうございます。